ウェールズ大学は、イギリス・ウェールズ・カーディフに本部を置く、1893年に設立された大学で、複数の大学や高等教育機関の集合体であった。勝手は、ウェールズで最古で最大の大学であり、イギリスで2番目に大きい大学であった。2000年代に入り、ウェールズ地方では、大学統合の議論が政策的にされることになり、 ウェールズ政府は2002年2月に高等教育戦略をまとめた。2004年8月1日にカーディフ大学はウェールズ大学から独立。2007年にスワンジー大学アベリストイス校、バンガー校が独立した。2009年4月にトリニティユニバーシティ大学とウェールズ大学ランピーター校が統合し、ウェールズトリニティセントデイビッド大学を設立することを。 発表。2010年7月に設立。2011年10月、非常勤講師と外部審査官による学生ビザの不正申請問題が発覚し、同月、ウェールズ大学をウェールズトリニティセントデービッド大学と合併する方針を決定。2017年8月から、ウェールズ大学はウェールズトリニティセントデービッド大学との機能的統合が進められ。 現在に至っている。ウェールズ大学は1893年に設立された連邦大学で、その母体はノースウェールズ大学、サウスウェールズモンマスシャー大学、ユニバーシティカレッジウェールズであった。これら3大学はいずれもユニバーシティカレッジで、ウェールズ大学設立以前はロンドン大学から学位が授与されていた。1920年に、 現在のスウォンジー大学が加わり、1931年には、ウェールズ国立医学校が編入され、1967年に、ウェールズ先端技術大学が、ウェールズ科学技術研究所として、連邦大学に加わるなど、拡大を続けた。2007年9月以降、ウェールズ大学の各校生校が独立し、独自の学位重要機関となり、 ウェールズ大学は連合組織に姿を変えた。2017年8月、ウェールズ大学とトリニティセントデービッド大学の両方が統合され、ウェールズトリニティセントデービッド大学となり、現在に至っている。2013年を最後に、日本での学位重要プログラムは行われていなかったが、講述する英国国立ウェールズ大学大学院。 経営学修士プログラムは2021年現在、再開済みである。2013年以前は、日本国内では2つのプログラムが認証され、いずれも株式会社によって運営されてきたが、ウェールズ大学から認証され、学位の授与を受ける機関は各々独立的に運営されている。ウェールズ大学から授与された修士の学位は、英国王の直居の下、イングランド、ウェールズ及び来た。 アイルランドにおける高等教育学位に関する規定、ウェールズにおける他人及び学位に関する規定に、準拠して授与される、英国大学の学位である。英国大学の認証制度は、学位授与権を持つ大学が、国内外の学位授与権を持たない期間を認証し、修了者に学位を授与する制度で、学位授与権限を持つ、大学116校中、約70大学が、 同制度の下でた機関の修了者に学位を授与しているとされる。また、英国大学の認証制度については、文部科学省高等教育局高等教育企画課高等教育政策室において2003年8月に開催された国際的な大学の質保障に関する調査研究協力者会議と添付資料を英国及び 豪州の大学の海外における高等教育の提供及び英国の高等教育の国際的展開にかかる質保証に詳しい。英国国立ウェールズ大学大学院経営学修士プログラムは2002年よりヒューマンアカデミー株式会社が運営するヒューマンアカデミービジネススクールがウェールズ大学から認証を受け実施している。 トリニティセントデイビッド大学への統合に伴い、2018年から本プログラムをウェールズ大学トリニティセントデイビッド MBA プログラムと呼称している。東京と大阪での通学生プログラムと e ラーニングを利用した遠隔性プログラムがあり、講義はすべて日本語で行われ、 数学生は毎週土曜日のスクーリング、遠隔生は毎週土曜日のインターネット上での双方向ライブ講義に加え、英語ではなく、指導教員とマンツーマンでサポートを受けながら日本語で記述する、修士論文を提出、審査が通れば、最短2年間で MBA を賞する学位を取得できる。ハブスの事務局長である、二島健二氏は、 英国国立ウェールズ大学、経営大学院 MBA プログラムは、アケスビーの認証を受けてはいないものの、英国内の品質保証機関、カー、クオリティ。アシュランスエージェンシーフォーハイヤーエデュケーションによる外部審査官らの厳しいアセスメントを定期的に実施することで、同プログラムの教育の質を英国同様に保証しており、MBA の国際機関の認定を受けていない。 大学は他にもたくさんあると述べている。同プログラムで学位を取得した著名人に、日本 CHR コンサルティング社長の中西文子、同社取締役の渡辺文子、参議院議員の関義弘、マーズフラッグ社長の竹井慎也、アゴーラホスピタリティーズ社長の麻生綾、名古屋工業大学山岳館連携センター、准教授の浜田恵美子、タレントの山本モナラがいる。 しかし本プログラムは、ウアジャドが学位を授与するわけではなく、ウアジャドの認証を受けた、ハブスが学位を授与するものであり、ハブス自体は、大学院設置基準外の企業であるため、抜け道的な学位ビジネスと見る向きもある。1999年に、ウェールズ大学から認証を受け、当初は、金沢市にある経営コンサルタント会社の安全権が、 ウェールズ大学通信制大学院、環境マネージメント学科などを運営していた。2002年に東京都渋谷区恵比寿にあった株式会社日本環境総研がプログラムを継承した。2004年に教員である昼間文彦が社長を務める昼間環境教育研究所が株式会社日本環境総研を参加に収めた。2005年から2008年まで 学生の新規募集を停止した後、2009年4月から新プログラムとして再スタートして最短2年間で理学修士の取得が可能であった。2019年11月時点で昼間環境教育研究所では同プログラムを停止している。ありがとうございます。